エルンストレーマンにエルンストアウグストレーマンは、ドイツの飛行船の船長である。チェッペリン飛行船を指揮し、最も有名な飛行船の船長の一人であった。1937年に、ヒンデンブルク号爆発事故で死亡した。ルートビヒスハーフェンアムマインで生まれた。ベルリン工科大学で、機械工学を学び、キールの造船所で働いた。フーゴーエッケナーに勧められて、 ドイツ飛行船旅行会社に入社し、旅客用飛行船 LZ17 ザック船の飛行士となり、550回の飛行を行った。第1次世界大戦中は多くの飛行船の指揮を行った。第1次世界大戦後、民間飛行船に戻り、1919年に L72 の最初の大西洋横断飛行に参加し、1920年にはスウェーデンで ストックホルムと地中海の飛行船による旅客運航の計画を行ったが実現しなかった。1921年にはアメリカ合衆国で4ヶ月過ごしニューヨークからシカゴまでの飛行船の運航を計画し、1922年にはイギリスとアメリカの間の大西洋横断運航の計画の交渉を行った。1923年にアメリカで グッドイヤー・チェッペリン会社が設立されると技術部門の副社長となった。1924年にはアメリカ海軍に引き渡すためにヨーロッパからアメリカ本土までの LZ126 の無着陸飛行の副船長を務めた。1928年から1936年の間グラーフ・チェッペリン号の船長を100回以上務め、1936年にヒンデンブルク号で レイクハーストまでの飛行を行った。アコーディオンの名手で乗客のために、ワーグナーの作品やドイツ民謡の演奏をしたことも、あった。1937年5月6日、レーマンは、マックス・プルース船長のヒンデンブルク号に、最高士官として乗り込んでいたが、飛行船が炎に包まれた時に大火傷を負い、翌日死亡した。ありがとうございます。